帯広市西一条南16丁目にお料理と茶房旧屋が9月末にオープンしました。こちらのお店はお酒を扱う蔵屋の姉妹店で、旬の食材を使った和食やここでしか味わえないお茶が楽しめます。コンセプトは新しい和のスタイル、カジュアルながら和食とプレミアム煎茶、そして日本酒やワインなど様々な食を提案します。ランチメニューは2つのコースをご用意。土地のものを季節とともにいただくをモットーに、日本料理と郷土料理を合わせ、風土と季節の移ろいを一皿一皿に表現します。旬の食材を存分に生かした料理が堪能できますよ。また午後2時から5時までは茶房の時間、家常和子先生が厳選した緑茶、発酵茶、紅茶のおよそ20種類のメニューをお客様一人一人の好みに合わせて入れてくれます。こだわったのはお湯、抹茶の時は鉄釜、煎茶は土鍋で沸かすなど 99.9% は水の味で左右されると語る家常先生は、沸かし方、扱い方に細心の注意を払います。こちらのお茶は麻酔園の微発酵茶黒、香ばしさと口の中に広がる甘さが絶妙なお茶です。お茶についているお菓子はすべて手作りで、日によって選ぶことも。メニューは月や季節に合わせて変わります。料理とお茶、お酒との出会いをめぐり、身も心もほっこり、旧屋ならではの空間を過ごしてみてはいかがですか。